サイゲームス馬娘プリティダービー、どうもノッチン TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。ファーストアニバーサリーバージョンということでね、馬娘タイトル画面もファーストアニバーサリーとなっているんですけども、今日めちゃくちゃお知らせが来ているんで、こちらまとめていきたいと思います。いやマジで量がやばいです。今回1日はまだこれからだ。背筋を伸ばして凛としていかねばな。はい、ということで1日始まっていくんですけども、アニバでめちゃくちゃ始まってるんで、ちょっとゲーム内も合わせて見ていきます。まずアニバーサリーね、こちら、ツイッターにもある画像でございます。ファーストアニバーサリーキャンペーン第1弾というのが来ております。で、今回この動画で紹介するお知らせなんですけども、今からこう見せるんですが、こう来てこう来て 1,2,3,4,5,6 とね、このようにめちゃくちゃいっぱい来ているので、これを順番に見ていきたいと思います。で、ちょっとまず軽いところからいきたいんですけども、まず1つ目が、G1 キャンペーン来ております。こちらはフェブラリーステークスで、合わせてね、来ております。 G1 記念ミッションですね。こちらマニーがもらえます。まあだいたいここら辺ほんと軽くいきたいんで、5万マニーまずねもらえていきます。で、あとは、その後あるのがですね、19日から始まるこのフェブラリーステークスのミッションで、アグネスデジタルのピースがもらえます。19から21まででございます。で、これに関しては一応デジタンがねダートで強かったりするので、デジタンのピースもしね、星上げるっていう風になった場合は結構嬉しいかなと思います。で、なんですけど19からなんで、ちょっとそれだと育成ちょっと間に合わないかなって思ったのが、少しだけもうちょい早く来たらよかったのにと思いました。私もデジタン嫁ったんですけど、もう嫁っちゃって、まあこれはまあピースもらえるんでね、ありがたいんですけど、もうちょい早かったら、星上げたりできてよかったかなとは思っております。ただね、ピースもらえるんでプラスなんでね、ありがたいところだと思います。はい、で、あと次なんですけども、レースイベントチャンピオンズミーティングアクエリアス祭参加リーグ開始来ております。ただこれ今回アニバがね、メインなんで、まあちょっとアクエリアス祭は、まあいいでしょうという感じです、今回ね。一応ですが、18からラウンド1始まります。で、20からラウンド2。で、決勝23でございます。はい、で、24アニバでございます。アニバの前に一応アクエリアス祭が終わるんですけど、まあちょっとね、ちゃんみ疲れちゃったよって方とかも、まあ今回まあアニバメインなんで、ちゃんみはまあ決勝に行けるような馬娘を出して決勝のジュエル取っていくのがいいかなと思います。はい、一応これはフェブラリーステックスで、まあそこら辺はいいでしょう。はい、いいでしょう今日多いんでね、そんな感じでございます。はい、で、次なんですけども、バレンタインのツイッターフォロー RT キャンペーン来ております。これが結構熱いかなと思っていて、こちらも今日の12時からもう始まっております。ツイッターフォロー&リツイートすることでこちら応募できます。で、こちら、商品なんですけども、これ抽選で5000名様にオリジナルデザイン Amazon ギフト券500円分プレゼントされますという感じになってます。これツイッターにあるんで、公式のツイッターもチェックしてみてください。で、あとは一応この画像的にはこんな感じになっているっていうのをちょっと見せたいんですけども、まあアクエリアス祭はあって、これがあってなんですけども、ツイッターにあるのが、こちらですね。あ、出ないか。出ないならちょっと待ってください。こちらです。これ、ハッピーバレンタインデイ。このイラストのさ、天岐阜のやつがもらえるってさ、めちゃくちゃ熱いんだけど、熱いんだけど、欲しいんだけど、5000名なら当たるかな。ちょ、西のフラワーが可愛い、なんかこの絵だったら。あ、でもこのペロってなってるペコちゃんみたいなやつも可愛いけど、こんな感じになってます。これがもらえるっぽい。ちょっとね、これもし当たった場合絶対使えねえ。Amazon ギフト券これ使わないで持っときます。これはもうね、永久保存版チョコをね、冷凍して、保存していきたいと思います。まあ、チョコ冷えちゃったってなるかもしれないんですけども、これはね、使えないです。当たったら5000名なんで結構当たるかもしれないっていうのが1個あって。ちょっと、これは私も応募したいと思っております。期限が21日までなんで、そこまでに応募していくことをお勧めします。激アツです、これは。はい、で、次がですね、バレンタインキャンペーンです。アニバーサリー前にこんなに情報があってやばすぎでさ、もう情報の大洪水になってるんですが、こちらバレンタインキャンペーン見ていきたいと思います。これ今日から始まっております。で、まずバレンタイン記念にジュエル500個こちら配られております。で、まず500ジュエルね、これは普通に無条件で配られていて、これは熱い。そして次、バレンタインキャンペーン、もう1個あります。これがですね、1日1回、馬娘ね、持っている馬娘から1人を選んでバレンタインプレゼントもらえます。まあチョコもらえちゃうのかなというところです。で、もらい方なんですけども、これちょっとゲーム内で見ていきましょう。はい、ちょっとこちら見てください。クリックできない。
はい、ここにですねバレンタイン開催中ってなります。これを押すとこういう風に馬娘選択って出て好きな子からもらえます。ちなみに別衣装があるのはなんかその2種類からもらえるって書いてたんですけども、ちょっと1回しかもらえないんで私も今からやってみたいと思います。ちょっとここはライスシャワーでいこうかな。でこういう風になって選択して受け取るっていう風に押していきます。ライスシャワーからバレンタインプレゼントを受け取ります。よろしいですか。ちょっとねみんなはいろいろあると思うんで私はこのライスシャワーのやつを皆さんにお見せします。あらー、ライスシャワーの手作りチョコ獲得しました。ありがとうございます。マジかー、いやー手作りや、あー本命ですかこれ。はい、ありがとうございます。でチョコを用意した。あれ別キャラだったらなんとかって書いてたんだけどね、お知らせには。こんな感じでチョコもらえるんで皆さん推しのキャラからバレンタインチョコもらっていきましょう。アクエリアスとかどうでもいいよなこれな。そんな感じです。こんな感じでもらえるんで推しキャラからもらっていきましょう。まあ1日ね1人1回なんで一応他の日でいろんな推しキャラね、もう全キャラ推しみたいなもんなんですけどいろいろ見れたりするんでちょっと推し順にねもらっていくのがいいと思います。期間21日までとなっております。何回あるのかな、1日1回ずつもらえていくというところです。で一応今言ったのがこれね、名前が同じ衣装の娘の場合それぞれからプレゼントもらえますっていうので選べますっていうことか。それぞれってなんか2回もらえるのかなと思ったけど、それぞれ別でもらえるってことなんかな。今ねライスちゃんも衣装があるやつでした。それを一応ね実証しました。いやーこれ熱いっしょ。でちなみにですがこのアイテムチョコ何なのかみたいな感じなんですけど、一応タフネスみたいな感じらしいです。で今ちょっと育成入っちゃってるんで見れないんですけど、あのスタミナ回復30のタフネス30と同じ効果になっているみたいなんですけど、まあ一応これ使えないよね、もらったねチョコ本命チョコなんで、これはタフネスとして使わずに取っておきます。これ無限もう一生保存のやつです。ありがとうございます。はい、これがバレンタインキャンペーンとなっております。一応あとあるのはここにね500ジェル入っているんでね、熱いこととなっております。はい、でアニバーサリー行きたいと思います。こっからがアニバーサリーです。アニバーサリーもめちゃ多いです。いやー今回本当に情報多すぎてやばいです。でまず一応読んでいくと、アニバーサリー第1弾開催中です。ここも重要でございまして、ちなみにアニバーサリーキャンペーンは全4弾を予定しておりますということです。なんでこれ過去最大、やっぱりアニバーサリーはもうすげえの来るぞって言った通り1弾でこれです。2弾3弾4弾まであるらしい。やばいよね、そんな感じになっております。2弾も今後ね出るみたいです。さあそしてまず1弾なんですけど、まず特別オムとなっております。まあ、これゲーム内ねさっき開くとねこういう風になっていてめちゃくちゃすげえ画面になっているという感じです。はい、で次がですね、一応カウントダウンログインボーナスというのがありまして、ログインすると1日150ジュエルずつもらえます。で最大1500ジュエルということで、まあこれも結構まだカウントダウン段階でこんだけもらえるのは大盤振る舞いかなと思います。アニバーサリー本番もあってこれまたカウントダウン段階なんでさらにあるっていうのはね普通に熱いかなと思います。ちなみにですがさっきの画面でちょっとだけ見せてたんですけど、こちらですねこんな感じの画面であと10日という風に出ていて、こういう風にねカウントダウンして150ずつもらっていきます。いやマジでアニバ近づいてる感も出てきてめっちゃ熱いわ。はい、そんな感じになってます。であとは毎日ガチャ1回無料キャンペーンがあります。これは一連無料とか呼ばれたりするんですけども、まあこれももらえるだけ熱いかなっていう感じではございます。まあ一連で10連じゃねえのってなるかもしれない、知らないですけど、まあ本番があるんで今キャラガチャ来ております。ちょっと一応回しますか。これね1回無料ってなってます。こんな感じで、はい、ゴールドシープありがとうございます。こういう風に1連もらえるんで回してってください。でこれ回してってくださいっていうのが一応ですね、1日1回で5時以降が、持ち越せないんでね、一応回しちゃってください。で一応注意事項にここにあるんですけど、一応これ全部読んだ中でピックアップしたいのは持ち越せないので毎日回してください。であとはこれねガチャが、更新された場合新たなピックアップガチャが開催っていう風になるんですけども、これが、リセットされますっていう風に書いているんで、まあ前の正月と違って、持ち越せないという風に書いてます。なんでこの表記をそのまま受け取ると普通に、
1回分ではあるんですが、持ち越せないんで引くしかないっていう感じみたいです。まあ一応まあ一連なんでね、それ持ち越せたとしてもまあまあ細かいことなんで気にせず、もうキャラカチャね、他にすり抜けとかもあったりするんで回しちゃっていいと思います。はい、であとは期間終わったら回せないんで、まあこれも毎日回していきましょうということです。はい、で次なんですけども、トークギャラリーが来ております。これも地味に嬉しくて、ホーム画面でね話しているウマ娘のトークのギャラリーが見れるっぽいです。でこれなんですけど、お知らせ上にねあるこの吹き出しのやつね、いろいろこのなんか掛け合いとか見れるやつ、これがギャラリーになってるみたいです。で場所がですね、ウマ娘名館、ここにあるみたいです。ちょっと私も初めて開いてるんですけど、トークギャラリーこれですね。でここにトークがあって、全部撮ってないバイクオフになる感じです。でこれで再生できるっていうのがあって、これはね結構お目当てのトーク見たいなってなるときあって、意外と私はいいかなと思ってます。であとこれで名鑑レベル一応上がるらしいです。名鑑レベルどれだっけ、あちょっと戻っちゃった、今娘名鑑、あ99、まだ上がってなかった、100になるかなと思ったんですけど、もうちょいでした。でこれで一応ですね、ここに名鑑経験値が加算っていう風にあります。で一応再起動すると正常に加算されるとかあって、これ上げることによって、一応さっきのこのねレベル見せたのはなぜかっていうと、ここでジュエルもらえたりします。この名鑑レベル上げるとジュエルこう取っていけて、100だと500ジュエルとかこうもらえます。なんでこういう風にいろいろ上げていくことで、こっからもジュエルが回収できるので、ちょっとね時間をかけて喋りました。これもねジュエル回収場所でございます。はい、そしてですね、どんどん行きたいんですけども、ミッション追加されております。でこのミッションは期間30日までなんですけど、まあ長いんでね大丈夫ではあると思います。でミッションちょっと見ていくと、ミッションもいろいろあります。このお知らせでは一応ミッションありますとかだけなんですけども、はい、こちら、まあ、普通のデイリーとかこうあって、メインがあって、メインにもここに追加されてます。でここに練習プレイしようとか、ルームマッチプレイしようとか、ジュークボックスやろうとか、ここにもジュエルがあるんで回収していくことをお勧めします。でさらにここに限定ミッションっていうのがあって、さっきの G1 のやつがこっちです。まあ、G1 もおさらいすると、ここに、ジュエル入ってるんでね、クリアしていくことをお勧めします。まあ育成して東海ステークスとネギステークスやればこれはクリアできます。で、アニバーサリーのこちらでございます。アニバーサリー第1弾なんですけども、ここで500ジュエルここにも入ってます。だから結構ね、さっきのメーカーも合わせて、ミッションも合わせていくと、もう2000とか超えてくる、2500以上もらえると思うんで、かなり大盤振る舞いかなと思います。であとガチャ地形育成するとガチャ地形、青春杯 URA もやるとって感じです。一応 URA やるっていうところがあるんで、因子集会とかでこれやっていくのがいいかなと思います。まあ、こんな感じでここにガチャ地形も、ジュエルもさらに500も入っているということですね、なっております。はい、で次がファーストアニバーサリー記念ショップがあります。記念ショップは、普通にショップのとこにあります。ここですね、ここがですね一応特設ショップという風になっていて、ここにございます。ファーストアニバーサリー記念ショップ開催中です。ぜひお越しください。ファーストアニバーサリーということでね、タツナさんがお迎えしてくれます。でここにあるんですけど、いろいろね使い道が増えたものがあって嬉しい限りとなっております。まずフレンドポイントをここで使うことができます。こうやってみるとこんな感じで、まあ、目覚ましもねちょっとねガチで周回してると本当になくてゼロになってるんですけど、これも意外とお目が高いよね、お目が高いよね、これありがたいです。でメイクデビューガチャ星2以上とか SR 以上があります。これも使えるんで、フレンドポイントがまず余ってるんでね、これも普通にありがたい感じとなっております。30以上になった俺は。でこんな感じで交換してって、サークルポイント、こちらです。サークルポイントにもサポガチャ入ってます。でマニーにもウマ娘ガチャ入っていますし、目覚ましも入っているんで、まあ、ここら辺をね取っていきたいという感じです。なんでまあ一応いろいろあって、あと一応補足で言いたいのが、フレンドポイントとかね、ここら辺交換忘れてると一応月にね1回交換できたりするので、ここのウマ娘ガチャチケットやサポートカードガチャチケットも一応交換おすすめします。これ辺もまあ自分もまだ残ってたんですけど、月更新でいろいろあるので、まずフレンドと、まあ、定鉄はまあ一応銀とかあればここから取れるんで取ってください。まあフレンドのとこがちょっと忘れにやすいかなと思って補足しております。はい、こんな感じでいろいろねガチャチケジュエルが、ね、入ってるとこいろいろあります。
はい、で次が限定セールラインナップ更新というふうになっております、限定ショップ、これはチーム競技場とかやった時に限定ショップ、期間限定オープンみたいになった時にそこにピースが追加されております。でこれ特筆すべきは一応ですね、ミホノブルボンとか入ってます。で目白アルダンまで最新のその追加キャラ全部まで、ショップで取れるようになりました。なんで星上げたくてコツコツ交換していく場合、例えばブルボンとかも星をね、コツコツ毎日やっていけば、突できるかもしれないという感じでございます。であとは今回ね、まあアグネスデジタルとかね来たみたいに、他にもまたピースもらえるイベントがあったら突進んでいくんで、ここら辺も、マニー余裕があれば取っていくことをお勧めします。あのね限定ショップが開いてマニーからできる場所です。いやブルボンあんのやばくねと思うわ。一応ブルボンがあっちゃう、タマモクロスもあっちゃうんだよね。だからちょっと、持ってる人、引けた人はこっからね突の可能性があるんで、どのキャラもですが追加かなと思います。でこれは14日からも追加されて、今後ね、ずっとというかね、こっからもう追加ずっとされております。はい、で次なんですけども、 TP 消費2分の1キャンペーン来ております。こちらはいろいろ前も来たことがあるんですけども、スタミナ半分減イベントでございます。なんで育成し放題でございますし、あとはこのね TP 消費キャンペーンは長いです。3月の末まであります。3月29日まで。なんで、これは、アニバから始めた人とかもずっと半額でできるよぐらいです。アニバから新規始めた人は3月中ね、最初の方の育成とかあるのがずっと半額になるんで、そこら辺の新規向けのキャンペーンでもあります。で既存プレイヤーにとっては3月の上旬から、次のなんかイベントが始まったりするとか、なんかその、衣装のねイベントとかがあった時にはブーストできます。なんでイベントブーストの時はこれがあってよかったなってなると思います。イベントブーストない時は消化しきれねってなるかもしれないんですけども、ブーストの時にね普通に、お得になるんで、そこら辺で、あってよかったなというイベントなんで、ここら辺もやっていきましょう。はい、で次が育成報酬2倍キャンペーンでございます。これ最後にもちょっと文字でまとめます。2倍キャンペーンは昔は、常設でありました。サービス開始当初は。でその後2倍キャンペーンがなくなって、その代わりに報酬ちょっと良くしたりとかなってたんですけども、2倍キャンペーンなくなって何が違ったかっていうのを一応サービス開始から見ていくと、一応ねレイとかがきつくなりました。靴はいいんですけど、あの G1 の旗みたいなやつ、 G1 優勝レイとかがあまりたまんなくなったりして、特に例えばオークスとかね、そういうレイが足りないとかね、桜花賞のレイが足りないとかなったりしてました。なんでそれがまた2倍に戻ったので、レイも集めやすい。これも新規の人にも優しいキャンペーンです。で始めたての方はマニーサポートも足りなくなると思うんで、そこら辺も2倍になってくるので、嬉しいキャンペーンです。あとは本当にいいところとしてはジュエルがですね、5ジュエルになったんですよ。あのレースでたまにもらえるやつ、馬身差つけると、あれは一応8馬身差以上つけるともらえるんですけど、それが多分10ジュエルに戻ります。前は10ジュエルでした、2倍の時は。で単品になってる時に、5ジュエルになってたと思うんですけど、それが10になるんで、無料でねスタミナ10回復してまた10ジュエルもらってみたいな感じでなっていくんで、無課金の方、微課金の方にとってもそのジュエル部分もありがたいという感じになっております。これもね、3月29日までなんで、ここら辺は2倍また復活ありがたいところでございます。はい、で次なんですけども、デイリーレース回数増加です。これも30日までなんだね。デイリーレースはこれはいつも通りマニーサポートポイントがね、3枚多く6回できるようになるんで、ありがたいところでございます。こんな感じになっております。一旦じゃあアニバーサリーまとめたメモ帳を表示いたします。こちらになっております。結構多かったんですけども、文字でまとめるとこんな感じだと思います。熱いところはやっぱり、2倍と無料ガチャと、あとここら辺にジュエルが結構入っているので、結構熱いかなと思います。でこれが第1弾でございます。一番重要なところ、これ第4弾まであります。第4弾まであるので、これはもしかすると、第3弾第4弾とかなってくると、もう SSR チケットもあるんじゃねえかなと思います。もう4弾まで来たり、もうアニバとか始まっちゃったらどうなるの。二次決勝とかも欲しいなとかもなるかもしれませんが、虹のかけらとかも入ってるかもしれませんし、 SSR チケとかね、星さんキャラとかね、いろいろあるかもしれないんで、ちょっと4弾までってなってくると期待だと思います。
はい、でジュエルなんですけども、バレンタイン一応合計数でいうとバレンタインとカウントダウンでまず2000個です。でさっきのミッションの時に500があったり、他にも、90ジュエルがあったりで、他にまあ名鑑とかも合わせていくと、まあとりあえず2600ジュエル以上あると思います。でガチャチケもいろいろ交換所とかにも入ってたりしてね、ミッションにも入ってたりして多数入っておりますので、まあカウントダウン時点でこれはかなり熱いんじゃないかなと思いました。はい、こんな感じでね、一応アニバーサリーはこういう風になっているので、改めておさらいとして見てください。はい、で次アニバーサリーはここまでとして、次にですね、パカライブ TV ボリューム14ファーストアニバーサリースペシャル、パカライブ TV の告知も来ました。これさ、ちょっとパカライブの告知はもうちょっと分けてもよかったと思うぐらい、もう情報が本当にね多すぎます。供給が多すぎてしんどいみたいになってる、尊いしんどいってなっちゃうんですけど、こんな感じです。はい、まずは日にちですが、22日の20時でございます。24がアニバなんで、22のパカライブ、ここでですね、ちょっとキャラとかまた性能出るパターンかなとも思います。で一応なんかね、次のキャラ何来る予想とかあるんですけども、今回ですね、もう声優さんがこういう風にどう誰が出るっていうのが出たので、まあ予想というかもうね、じゃあもうこの中から誰が実装されるんだいっていうね感じになると思います。もうなんか馬娘の次キャラは予想じゃなくて声優さん、まあパカライブあるときはね、こっからじゃあ誰だみたいな感じになります。一応出演声優さんの馬娘の役としては藤木関役、スペシャルウィーク役、東海帝王役、丸善月役、そして声優スカイ役、マンハッタンカフェ役、ライスシャワー役、桜爆心役、ツインターボ役、里のダイヤモンド役、成田トップロード役の声優さんとなっております。まずこれ思ったことなんですけど もう声優スカイ、マンハッタンカフェとかめっちゃもう豪華メンバーで、さすがスペシャルみたいになってます。で、キャラ何くんのっていう話、まあ別にこれ長くやってもいいですけども、軽くいくとツインターボこれは一応まあ生放送中にも言ったんですけど、このパカライブ出る前に、まあ、ツインターボか北さんっていう風に言ってたんですけども、まあもうこれ出ちゃったんで、まあツインターボ来るかもなっていうのがあります。であとは成田トップロードもね、新キャラの予告があったりしたところで、まあ未実装キャラではございます。であとはまあ北里っていうところで、里のダイヤモンドも声優さんもいるので、まあここら辺かなと思います。で一応キャラ何来るかはまあ予想は別にしません。で、明日もガチャ更新があります。明日もガチャの最新情報来たらまた動画出しますので、そちらもご覧ください。で明日ツインターボ来るとかじゃないのっていう風に思う方もいるかもしれません。ちょっと生放送のコメントでもいたんでなんですけど、明日は来ないと私は思ってます。一応ね、別に来ない予想外れたからどうかはないんですけど、明日来ちゃうとアニバがこの後あるってなるんで、明日のガチャはまあダートのキャラをちょりっと出すとか、稲荷ワンとかね、まあ、シングルから出すか八重の部的出すかとか、まあ、いろいろあるんですけど、ちょっと明日はまあ一応ツインターボではないと思います。じゃないと、まあアニバーサリーにはバランス調整もあります。ゲームのバランス調整っていうのがあって、一応スキルの、まあ、仕様とか変わったり、レースの仕様とかが変わる可能性があって、まあ、変わるっていう風にまあ言われてるんですけど、公式から。で、なんで、まあ、その前に出しちゃうとどうなんのっていうのがあるし、ツインターボが実装される場合、大逃げっていうね、まあ、客室か何か分かりませんが、大逃げっていう作戦とかもあったりすると思いますので、まあ、そういうところで、ターボは明日ではないと私は思ってます。まあ、アニバーサリーかなと思います。あるとしてね。なんで、まあ、そういったバランス調整も見ながらキャラ解説もしていきたいと思いますので、まあ、よければね、その時の解説動画も見てみてください。明日何来るかな、まあ、ちょっとコメント欄にも書いてもいただいてもいいんですけども、まあ、明日はちょっと軽く、まあ、軽くでいいしねちょっとね、ターボとか北里来ちゃうとさあれだし、もうアニバーサリーにさジュエル貯めないとダメだから、まあもう明日のガチャ更新なのに、なんかこのねタイミングもすげえなとは一応思いました。はい、こんな感じでパカライブ TV22 日の20時になっております。一応最初にも言いましたが、まあ、これ性能も発表される系かもしれないんで結構注目でございます。まあマジでアニバーサリー近づいてきた感がすごい、マジ豪華メンバーだしやばいねパカライブということで、まあ一応最後おさらいします。アニバーサリー系は文字でまとめた方が見やすいかもしれないんで、こんな感じ来ております。第1弾でございます。第4弾までございます。でパカライブが来ます。バレンタインの、プレゼントは推しキャラから受け取ってください。リツイートキャンペーンがあるんで、リツイート、これはマジで普通に欲しい、当たったら使わないで取っておきます。であと一応アクエリアスあります。であと G1 記念プレゼントがあるという感じになっております。はい、ということでね、皆さんアニバーサリーいかがでしたでしょうか。いやマジで暑すぎてさ、
やばいわ。ちょっとついにアニバーサリーに近づいてきた感がガンガンしてきちゃったんで、ちょっとウマ娘これからも私も盛り上げて、微力ながら盛り上げていければと思いますので、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。それではロッチン TV でした。いやー暑すぎて今日も力説してしまいました。また次のウマ娘動画でお会いしましょう。ロッチン TV でした。またな、バイバイ。